バシュロン・コンスタンタン。18世紀中頃創業のバシュロン・コンスタンタン。キャビノチェの精神に受け継ぐ世界最古の高級時計ブランドです。キャビノチェは照明装置の乏しかった当時、技術の高い職人は明かりを求めて屋根裏部やキャビネットに工房を設けており、人々は彼らに敬意を表してキャビノチェと呼んでいたことが語源です。丸太十字のクロスをブランドロゴに掲げ、高く洗練された弩級の技術力によって生み出された名品はコレクターも多く、世界中から高い評価を得ています。こちらはラウンドケースの紳士モデル。ゴールドカラーの業種ダイヤルに3、6、9、12のトビアラビアのアプライトインデックス、細身の半露とのコンビネーションで視認性も良く、バランスの取れた端正なフェースです。ケースは18金無垢。ケースバック、ラグ裏に刻印があります。ムーブメントは手巻きの CALP454-5B ペリラージュ。仕上げされた機械を見ると職人の丁寧な仕事を感じさせてくれます。ベルトはブラックカラーのクロコベルト。少し使用感がありますが、革裏の刻印も確認できます。所有欲を満たす、まさに時計を愛するエグゼクティブにふさわしい腕時計です。外観、ダイヤルは特に目立つ大きなダメージもなく良いコンディションを維持しています。ケースは軽い小傷程度で打ち傷などはありません。ホールマークも確認できます。風防は若干の小傷、線傷があります。特に視認性には問題ありません。ベルト、少し使用感があります。尾状はノンマークです。操作方法、手巻き時計です。リューズを回すとゼンマイの巻き上げができます。リューズを引くと針が動いて時刻調整ができます。調整後はリューズをしっかり押し込んでご使用ください。日差、タイムグラファー計測でプラスマイナス30秒程度です。ご使用環境によっては多少の姿勢差はあるかと思います。サイズ、ラグ幅20mm、ケース径は約 34mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 40mm、 厚さ約 10mm のメンズサイズです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。